このゲームの舞台はここアリアンツスタジアム。スタンドを埋め尽くしたユベンティーノたちの歓声がスタジアムを包み込んでいます。現地の昼間の天候は晴れ、非常にいいコンディションでこの午後のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、もはや説明不要の両チームだとは思うんですけれども、このゲームの見どころはいかがでしょう。クオリティの高いチーム同士なので、やはりハイレベルな試合になりますよね、はい、緊張感のあるゲームになると思いますけどもね。その中で自分たちのスタイルをどこまでやりきれるか、積極的にチャレンジしてほしいですよね。そうですね。今ファーストハーフキックオフです。ユベントス対アーセナル、エキシビションマッチです。さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。そうですね、サカですよね。彼はサイドが得意な選手なんですけども、サイドバックだけじゃなくて中盤もできますし、マルチに活躍できますよね。戦術の理解度が高い選手なので、こういう選手がいるとチームにとっては非常に助かるんですよね。そうですね、相手にとっては要注意、脅威ということですね。スペースを使う、このパスが抜ける。うわ、取らないですね。このボールをインターセプト、スミスロウ、裏へ届くか。いいボール入りますよ。この位置で受ける、中への折り返し、これは直接キーパーへ。ラビオ、多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。フラホビッチ、柔らかいボール、ちょっと伸びてしまいました。ブラホビッチからのスルーパス、つなぐことができませんでした。マルティネッリ、抜けてくる、振り抜いた、止めた。さあこぼれた。エデゴーアへ、ボールが上がる、触る、裏のスペースを狙う、ここは読んでいました。エデゴーア、ここはつながりません。ブラホビッチ、さあディバラ、さあブラホビッチ、開いた。ユベントスとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。ラカゼット、大きくサイドチェンジです。いや、逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード中央に対してスペースを作りやすくなる役割がありますからね。さあディバラ、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。ユベントスとしてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。ユベントス対アーセナル、スコアレスのまま後半へと続きます。
後半です。ユベントスとしては早めに仕掛けていきたいでしょう ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね、はい、スミスロウ、これは合いません。これは届くか。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。奪い返します。ブラホビッチからディバラ、シュート、決まった。先制ユベントス、ようやく均衡を破りますユベントス。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。ユベントス先制ゴールが決まりました。1対0。先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますから、この後のゲームの進め方はチームでもう一度確認しておきたいですね。そうですね。サカへのボール、もうこれいいでしょ。上げる、右サイドへ振って裏を狙う、これはチャンスだ。どうだこのシュート、アーセナルはメンバーチェンジがあるようです。Attenzione, un cambio. どうだ？あ、止めてきた。キーパー止めた。これはよく止めました。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。キーパーいい反応でした。Sostituzione per la Juventus。今日これが初めてのコーナーキックです。アーセナルここでファールをもらいます。ラカゼット、スライディング、ボールが収まる、抜けてくる、シュート、さらにいった、来たユベントス。これで2点差。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。モラタ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあユベントス、得点を重ね2対0という展開。ユベントスとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。シュート、押し込むか、シュチェスリー、アーセナルビッグチャンス、ものにできません。いや、ただこういったね、いいプレーをしていくと少しずつ変わってくる可能性ありますからね。ファインセーブを見せました。カンビオディジョカトリ、アーセナルはここでベンチに動きがあります。ダニーロ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ここでファールがありました。イエローカードが出ました。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。ゴールまではまだ距離があるところ。速いボールで直接狙ってきましたが、ゴールにはなりません。デリフトから大きく前へ、オフサイドです。
手元の時計3分を切っている状況。ガブリエル、スミスロウ、果敢なディフェンス、デリフトからのフィード、ベンホワイト、エデゴーアへ、アルトゥールからディバラ、ボールのとこのパス、エデゴーア、さあ左サイドへ、ここはつながりません。ギエビーニ、ここで笛です。2対0、ユベントス勝利しました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。ユベントスとしては後半からリズムをつかみ始めましたよね。失点もなくきっちり2得点決めての勝利ですから、今日は納得のいく試合だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ユベントスが2対0で見事勝利しています。